ようによくできておりまして、ちょっと感動いたしました。自分たちがプロデュースしたファッションショーが作れて最高でした。イエーイ、イエーイ。すごくクリエイティブで、完成度高いもので、そのままで商品になりそうなもので、商品だけじゃなくて面白い商品になりそうなものですね。私たちでお店のコンセプトが、47都道府県の名産とモチーフをもとに47種類のパンを作るっていうことだったので、もういろんな県のとにかく名産モチーフ調べまくって、じゃあどうやったらパンに織り込めるのかなっていうのを本当にずっとひたすら朝から晩まで考えて試作を繰り返してっていう日々でした、周りにブレずに、筋を通して、これから自分の好きなことをやっていただきたいと思います。あんま暗くなりすぎないっていうか、こういう自主映画って結構暗いのが評価されたりとか、ちょっとグロかったりするのが評価されて、明るかったりこうアイディア的なところってなんか逆にそういうのは大衆向けだよねみたいな感じで言われる傾向があるのがちょっと僕嫌で、あえてそこで勝負したいなって思ってたんで、それでこういう賞をいただけたのはすごい嬉しいです。フォトグラフィー学部が大賞を取るのは初めてなんで、ものすごく嬉しいです。ありがとうございました。一番宇宙を表現したかったんで、自分の中ではすごい大好きな作品ができて、すごい嬉しかったです。